これはね、別に休みです。僕は実は台北に来たのは2度目です。で1度目はこの会場で、やるということでこの会場を、見に参りました。ところが奄美のこう広さにスペースの広さに一体ここで写真展なんかやって持つのかなと、まずそういうのが不安になりました。それで僕の作品でいうとやはりこれはすごく大きく伸ばして展示できるものはないかなということを考えました。その時に僕はシノラマで撮った手法というのを考えました。シノラマというのはパノラマとシノヤマを混ぜこてにして作った道具です。でパノラマというのは1台のカメラを回転しまして何枚も撮ってそれをつなげるというような手法の作品です。でこの作品は80年代から90年代にかけて日本にかけての作品が多いです。でその時の日本というのは経済がバブル期に達しまして、その非常に発展していた時代です。そして東京という都市は非常にこう密度が濃い過密の都市でした。それから毒キノコのようにいろいろな不思議な変な建物とか変なファッションとか変な人たちが黙々と出てくる時代でした。なんかそういう時に1台のカメラではこういう現象は撮られないんじゃないかと思いました。でそこでシノラマという技法を使って何枚かの写真をつなぎました。しかしこのシノラマという技法は写真で嘘をつくことです。例えば1台のカメラを広角レンズで360度撮るのに5枚もあればつながります。ですから1つの空間を1枚の平面に置き換えることができます。それから1台1台を時間差をつけて撮っていくと、例えば同じ人が何度も出てくることができます。つまり時間や空間を一回壊して写真という嘘の写真を作ることです。しかし80年代から90年代にかけての日本はとてもそういう嘘がとても似合うそういう都市でした。こういう嘘の都市を撮るにはやはり嘘の技法を使って撮るのが一番いいんじゃないかと思いました。嘘を徹底的に突き詰めていく、嘘の嘘というのはあるリアリティを獲得、真実を獲得するのではないかと思いました。ですからいろいろな写真が、まあ、シノラマ以外にも一枚一枚の写真がありますが、この写真にもそういうふうな嘘というか強調するいろいろな仕掛けがしてあります。この不当にある赤いものはこれはオブジェとしての作品です。そこにマネキンのような人間を置き、そしてオブジェと同じ赤い布を貼ったのが僕です。そうすることによってよりこの空間が持つ近未来感というかそういうものが出るように思いました。ですからこの写真は何か、全般的に近未来を何か思わせるイメージがあるように思いました。僕の後ろのこの写真は1991年に撮ったんですが、約20年前に撮った写真です。これは将来はサラリーマンこういう姿になるんではないかという予感した写真なんです。後で見ていただきたいんですが、このサラリーマンが持っているこれは携帯電話、携帯電話はこんな大きい携帯電話です。本当はもっと分かりやすくこの人たちが全員携帯電話をかけているという姿の写真もあります。ですから20年前に携帯現在の携帯電話の状況を予知したような作品になります。そういうふうに見ていただくといろいろな作品の中にいろいろな秘密が入っているので、ぜひ、ご覧になってください。まあ、私はたくさんのギャラリーとか、まあ、デパートとか学校とかいろんなところで、展覧会をしてまいりました。でも公立の美術館で、展覧会をやるのは初めてのことです。でこのような立派な空間の中でいろんないい展覧会を本当にしていただいて本当に感謝しています。最後に、このギリギリまでライティング、これこのライティングはまだ未完成なんですけど、やっぱりやってくれた方々、学芸員の方々、これに展覧会にいろいろ協力してくださった全ての方に感謝をいたします。ありがとうございました。